ドリームシャドーアートスクール主催、杉本清子です。今回グループ7名で第10回シャドーボックス展示会に出展させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。今回の作品名はラ・ジャポネーズ、着物をまとうカミーユ・モネです。19世紀フランスの印象派の画家クロード・モネの初期の作品です。1867年パリで万国博覧会が開催され、日本ブームが巻き起こりました。その頃にモネが描いた作品です。金髪の女性が赤い着物をまとい、浮世絵で多く描かれた見返り美人図を連想させるポーズで立ち、こちらを見ています。その赤い着物には綺麗な刺繍が施され、刀を持った侍の刺繍、金色のもみじの葉のような刺繍など華やかさがあり目を引きます。その華やかな赤い着物と明るく笑う笑顔の女性に魅せられて、シャドーボックスで表現してみたいと思いました。振り返った時の厚みのある着物の裾の部分の広がりをいかに高さを抑えて表現できるかに苦心しました。また刺繍の部分も一針一針縫われた感じが出るように小さいパーツを一つ一つ重ねてみました。この絵の明るい色合いの絵の作品から和と洋のテイストを感じていただければ幸いです。ありがとうございました。ドリームシャドーアートスクールの岩佐です。作品名はエイプリル・イン・パリです。今回の作品は、パリに憧れまして、それで今回作成をすることにしました。こちらの絵はとても、観光のパリの観光の名所の建物がたくさんあり、今回作ることにこだわったのは、その、なるべく本物に近いように、一つ一つ、資料を見たり写真を見たりして、丁寧一つ一つ丁寧に、建物を作りました。で、一番悩んだことはこの建物を、一つ一つ重ねていくうちに、手前にある橋と川と、あと前にある銅像なんですが、こちらの高さのバランスがとても、難しくて一番悩んだところです。でもこちらの作品を作成し終わった後は、とてもパリの観光ができたような形で、とても楽しかったです。とてもいい絵に、出会えたなと思いました。ドリームシャドーアートスクールの中田優子です。作品名はロンドンです。初めてこの絵に出会った時、一目惚れし、ぜひ作りたいと思って取り組んだ作品です。ロンドンの街の賑やかな景色、車があちらこちらから向こうへと急いで走っていく様子を動きが出るように工夫しました。また人物や小物、柵など細かいところが多かった点は大変苦労しました。これからも良い作品と出会い、末永くシャドーボックスに取り組んでいきたいと思っております。ドリームシャドーアートスクールの魚野美里美です。作品名はポートタウンです。港町の活気のある風景のこの作品は一目で気に入ったので、制作中もワクワクしながら作品作りをしました。遠い海から港町の陸地に至る遠近感がありますが、あまり厚みを出さないように、作品のテイストに合わせた少しフラットなイメージも大事にしてみました。手前の石畳や家々の質感が上手に出せていたらいいと思います。全体から醸し出される元気な様子に明るく感じていただけたら幸いです。ドリームシャドーアートスクールの吉岡直子です。作品名はブルーバードです。今回の作品は青一色のグラデーションで見せられて選びました。単色の絵柄のカットに挑戦するのは初めてで、境目が分かりにくく思っている以上に大変でした。青い鳥が上を向くように絵の位置を決め、生き生きと見えるように背景も動きが出るように重ねていきました。マットも額も白いものを選び、青が入るようにしてみました。鳥に命が吹き込まれて飛び立ってくれるように感じていただけたら嬉しいです。ドリームシャドーアートスクールの小板橋博子です。作品名はインスパイアードブルームズインです。
この絵は細かい部分が多い中、大胆な2つの大きな花があります。右下の茎のような絡まりは左右入り組んでいるので、下から順に重ねて高さを出すのとは違う難しさがありました。葉は葉脈を切り出し透かし、鱗のような花びらは丸みをつけて動きを出しました。大きな花の花びらは柔らかく優雅に、左の花火のような花の模様は細かく重ねて繊細に作りました。全体に青緑の中、淡い黄色い花を浮かび上がらせ、スワロフスキーやゴールドの額で華やかさを出して明るく仕上げました。ドリームシャドウアートスクール安藤真知子、作品名ベニスです。部屋から見るベネチアらしい素敵な風景がとても気に入っています。ゴンドラで運河や水路を巡ったことを懐かしく思い出します。どうしたらうまく外の風景とお部屋の中との遠近感をより表現できるか苦労しました。先に外の風景から始まり、次にベランダ、そして最後に部屋です。部屋の中も素敵な家具などが整っていて、立体的に表現するにはより細かいカットが必要とされ、途中目がかすんだりして辛い時もありました。作品を作るのをやめたいと思ったり、心との戦いでした。でも気に入った絵でしたので、また作品意欲も湧き、そのような繰り返しからやっと完成が見えてきた時には嬉しさがこみ上げてきました。今までにない達成感と感動を覚えました。